はい、えー、速化塾シリーズの第9話になりますかね、えー、今回はですね、言い出しっぺになってくださいっていうことなんですよどんなものも後追いだとチャンスってのはすごく薄くなりますしやっぱりね、1番と2番の差って思ったより大きいんですよ、えー、皆さんはですね、日本で一番高い山が富士山ってことはご存知だと思いますけどもじゃあ2番目に高い山ってご存知ですかね、えー、一番大きい湖って琵琶湖ってご存知だと思いますけどもじゃあ2番目はどうですかねこういう風うに聞くとね 確かに2番目ってビーと同じぐらい知られてないんですよ。だから2番じゃダメなんですよね。うんえー、1番にこだわっていただきたいと思います。1番がオンリーワンなんですよ。ワンアンドオンリーって言葉は私たまに使いますけども、これはね、これしかないっていう意味として捉えられるかなと思います。でもともと私という存在もあなたという存在も、1人はワンアンドオンリー。替えがきかないんですよね、人としては。 でも、買えが効かないのに、自ら買えの効く人間になろうとするわけですよ。みんなと同じがいいとか、みんなと同じ選択肢、みんなと同じところに集まると。みんなが選んでるものを選ぶというね。自分でなくてもいいような自分を作り上げていっちゃってるんですよね。もちろん、場所によっては、時期によっては、みんなが一致団結する、そういったもの、集団行動っていうのは必要でしょう。うん、それを義務教育で我々は教わります。えー、協調性とかね、えー、それからみんなに合わせること。これ大事だったりしますよ。 あの体操もみんなででピシッと一つでやりますよね、えー、もちろんそれも大事です。同じ時期に就職活動して同じ時間に給食を食べる。規律ってのもああるる意味大事な時はあるんですよでも社会に出た時にそうではないと自分はどのように生きるかと考えた時にワンアンドオンリーで生きたいんだっていうふうにもしね思ってるんだったらそれを選ぶ権利があります。では私はですねワンアンドオンリーどんなものがあるかというとまずですね えー、出勤がないんですよね出勤がないっていう時点でもかなり珍しい存在だと思います、まあ、他にもですね家は買いながらもローンがないというねこれも珍しいことかなと思いますで地域活動をかなり細かくやっていますまあ地域活動をやってる方は結構いらっしゃると思いますけども多分私のね年齢とかで毎日のように地域活動をやってる方も、まあ、あんまりないんじゃないかなと思うんですよねでこの あ自分にしかやってないこともしくはその確率が低いことっていくつもあるなと思えればワンアンドオンリーに近くなっているのかなと思いますもちろんね無理してワンアンドオンリーになる必要ないんですよ自分が望めばですからねいろいろとそう考えていくと自分にしかできない自分が確かにあるなってことをかみしめられれば、うん、ワンアンドオンリーが成功してるんじゃないかなと思うんですよねこれ聞いてどうですかね 自分にしかできないことってありますかね例えば会社に勤めてると自分がいなくちゃこの会社は回らないってみんな思うんですよ。うん、だからみんな辞めなかったり不満があっても頑張ったりするんですけども、うん、考えてみたら自分が入る前からその会社ってあるんですよね。<laughs> だから自分がいなくなってもその会社潰れないんですよ。潰れないですよね。だって社長がいなくなっても潰れないんですよ会社って。一人いなくなったからじ潰れないですよ。うん、で社員さんが100人いて。 じゃあ極端な話ね50人いなくなりました会社潰れますかいやいや残った人で回すそれが会社なんですよねなんとかやっていくんですよねそれこそ営業成績が落ちるかもしれない一時的には作業の負担がすごくね広がって徹夜組とか出るかもしれないけどもそれでもね揺り戻しって言ってじゃあこの人数だったらこれは無理なんでやめてしまって50人でもできることをやろうよみたいになってきて結局規模はちっちゃくなりつつも50人でできるものに落ち着いていくんですよね。 でそういう意味で言うとですね自分がいなくても大丈夫です社会は回ります、ね、人ってのはいつか死にますからそれを前提として組織っていうのは作られてますからねいきなりドタキャンでやめる、うん、いきなりサボってこなくなるいきなり誰かがいなくなるそれでも組織が回るように作れている逆に言うと組織っていうのは誰かが欠けても大丈夫なように集まっている集団それが組織なんですよね、うん、誰かが欠けても大丈夫なように集まる集団が組織ですからね でも個人っていうのは私は一人でやってますけども速下塾もやってますけど私がいなくなったら多分もう速下塾の運営って止まるんですよね、うん、私の家庭は何とか続くと思いますそういう意味で言うと誰かがいれば、うん、でも速下塾に関してはじゃあね、うん、ナンバー2といいますか私の代わりで速下塾を引っ張っていくぜって人がいるかって言ったらいないんですよね、うん、だからいてほしいってわけじゃないんですけども自分が旗揚げしたものっていうのはとかく後継者ってすごくね作りにくいんですよ でも逆にワンワン,ドンリーだから後継者がいないなとも言えるんですよね例えばね吉田さんがドリームアカデミアやってます同じような感じですけどもドリームアカデミア吉田さんがいなくなったら誰か引き継ぐ人いますかってことなんですよね多分後継者はいなくて後継者がいたとしてもその後継者についてこれるかどうかって問題がありますやっぱりね創業者がやってこその即可塾でありドリームアカデミアっていうふうな考え方もできるんですよねさあ即可塾の結論になってきますけども あなたでないとできないことをやるってことは逆に言うとあなたがそれをやめたらこの世からそれが消えるってことなんですよそのぐらい大きなインパクトですそういう風なインパクトを持った世界をそろそろ作ってみてもいいんではないかなという意味でこれをやりますって手を挙げるのはいかがかなと思います。はいえー、本日は、ね、2034 4フェスこれねね月ににに長者合宿のちちょっととしししたた休憩時間がなんんかか雑談として私が、ね、吉田さんに持けけましたけども そのの持ちかかけたた雑談、口から出たものがこうやって現実化すするんですよね私の口から出たものって次から次へと現実化すると私は思い込んでいるんですがもうもちろんね現実化しなかったものあるんではないかなという気はしますねはい、えー、皆様もね自分の口から出たものを現実化するためにやっぱりね日々を暮らしていただきたいかなと思いますし自分の言葉って現実化するって信じていただきたいんですよでおそらく自分の言葉が現実化 できてないないと思う方もうちょっと別の面を見てください。自分の口から出た言葉がどうせダメだろうとか自分には無理だろうっていうふうな言葉が現実化してるんじゃないですかね、うん。だから言葉の使い方変えていくことによって人生は変わっていくんだと私は思うんですけどね。それではあ後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。